はい、えー、おはようございます。坂です、えー。週末の選挙、事項で過半数割れということになりました。えー、結果として仕け、えー、株式市場、売りが入ってのスタート、あとは円が売られてのスタートということになりました。まあ、若干こう窓を開けたということですね。えー、ただ、まあ、株式市場はもう完全にプラテン、えー、ひっくり返したような形になっています。まあ、円安は続いていますけども、 まあそもそも縁の弱さというのは昨日今日始まった話でもないですからね、えー、それを含めて考えていくと、まあ、選挙というのも一旦終わりました、えー、確かに自効の過半数割れということにもなってはいますけども、まあ、そこまでこう大きな反応はなかったのかなという気がしますね まあもちろん今後も政権運営という点ではいろいろあるかと思うんですね。まあ、それに反応することもあるかと思いますけども、まあ、もちろんこう完全に無視するわけではないですけども、まあ、そこまでこう過敏に反応する必要もないのかなというふうにも思っています。 まあそれよりもやっぱり気になるのは来月の大統領選挙とかじゃないですかね。えー、ではそのあたりを踏まえてチャートの方を見ていきたいと思います。えー、まずこちらがドルインデックス、1時間足にひじさんにています。まあ、ドル、昨日は買いが入って売りが入ってと結構バタバタしましたけども結局はこの上昇トレンドの調整局面と流れが一旦止まってきているんじゃないかなと思います。えー、ただ今こういう調整レンジが見えてるんですけども、ここのトレンドがかなり大きいですからね、僕はもうサイズ大きなこれぐらいのサイズ感の調整は意識して見ていこうかなとは思ってはいます。 まあ、そうすると今のこの環境ですね、えー、これは高値圏で一旦ドルが揉んでいるんではないかなというところで、えー、もちろんこれ高値抜けてくれば話は変わってくるんですけども。 僕はやはりこう、買いが入ってくると、こう、売り圧力がかかってくるんではないかなと思っています。えー、まあ、ドルを買っていかないとは言わないですけどね。ただまあ、高値警戒感はどうしても持ってしまいますので、えー、特にこう、上がった場面においてのドル買いとかは気をつけたいところですかね。えー、ただまあ、チャートは強いんですね。え、高値圏でなかなか下がってこないというのもありますから、下がれば買いが入ってくると。まあ、結果、高値圏の小さな調整レンジという見方で見ていこうかなと思います。えー、ですからこの小さなレンジ内ではこう、買いが 入ったり売りが入ったりとまあ、慌ただしい動きはしてくるんじゃないかなと、えー、高値安値、ねえー、抜けてくるにはそれなりにま時間や抵抗というのは受けてしまうんじゃないかなという風に思っていますまあ、今の現在地はまあ、その小さなレンジの真ん中ということで、えー、ちょっとまあ難しい位置からえー、今日はスタートということにもなってくるかもですね はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間指に減少重ねています。まあ、円も売りは入りましたね。えー、結果、下落トレンドがしっかり継続した形です。大きなサイズ感で売りのトレンドが出ていますし。 もう少し小さな波を見ても下落トレンドにはなってはいるわけですけども、まあ、窓を開けてこれスタートしたわけですけどもね。えー、ただスタートしてからはこう強く売りが入っているわけではなくて、揉、えー、んだまま終わってしまってるんですね。ですからこう割れた割には底堅いというんですかね。えー、今日円が買われるような形になってくると、もしかしたらこの辺りのサポートも見えてしまうかもしれません。えー、するとまあ調整局面というのが見えてきます。えー、調整見えてくると、まあ、すぐに買いを見ていくわけにはないにしても、まあ、現在地ですね。 レンジが見えてしまったらこの辺りは安値蹴にもなり得る場所ですから、まあ、円を売っていく場合はこう突っ込み売り、安値売りには気をつけたいところかなというふうに思います。ただまあ、昨日はこう寄った後はそこまでこう弱い流れがしっかり出ているわけではないというところも押さえておきたいですね。 個人的にはこの位置からガンガン円を売っていけとはなかなかならないですかね、まあ、強い反発なんかを見ているわけではないですけども安値ショートは気をつけたいなというふうに思います多岐的にはこう買い戻しのロングなんかを見ていくのも面白いかもですね はい、変わりましてこちらが通貨の強軸チャートになります、えー、先週の木曜日金曜日とちょっとこう動きもなくなっていたんですけども昨日は結構こう動きは出ました、えー、ただまあ動いたとはいええーまあ、大きく動いたのは円相場だけですね、まあ、これは選挙の結果を受けてというところもあったかと思いますので、まあ、今日も継続してこの円がここまで大きく動いてくるかどうかというのは少し疑問もあります そして、ほ、まあ、他の通貨に見合えると、意外とまあ動いてないんですね。えー、この辺りは木曜日や金曜日のこの辺りの動きとまあ変わらないですから、まあ、実はそばの方、動いてそうで動いていない。 このあたりは円が絡む通貨を見ていると分かりにくいんですけども、ドルストですね、ドルが絡む通貨というのを見ていると、あまりこう動きはないです。そしてこの動かない理由、やっぱりまあ来月に大きなイベントも立て続けに控えているというところがあるんじゃないですかね。なかなかまあ手は出しにくいというか、大きなポジションに偏らせにくいというのがあるかと思います。まあそういった環境からも、やっぱりまあ調整局面というのは常にこうイメージをしながら値動きは追っていくということになっておきそうです。 はい。えー、変わりまして、こちらがドル円の一時間市、冷え症を重ねています、えー。窓を開けてのスタートになっています。まあ、上昇ト取れドのがそもそも出てますから、円はずっと弱いわけですね。まあ、昨日も円が弱かったわけですけども、まあ、特段、こう、驚く動きではないかとは思います。えー、ただ、どちらかというと、上値の重さも感じるんですね。えー、強ければ、もうガンガン買いが入ってもおかしくなかったかと思いますけども、えー、そうはなっていない。まあ、そもそも調整局面というのも、もう先週の木曜日あたりから見えていましたので、まあ、昨日確かに高値は抜けているんですけども、僕はまだこのあたりの 調整は疑って見て見いいこうかなと思います,、えー、すると、現在地まだ高値圏なんですね。まあ、ブレイクと見ていくのもお間違いではないと思うんですけども、えー、なかなかまあこういった環境から積極的なロングはやりにくいかなと。えー、ただ、売るにしてもちょっとまだ強いですよね。えー、高値を一回試して抜けないみたいな、えー、何かしらこう上値の重さが見えてからのショートでも問題はないのかなというふうにも思います。まあ、最近このフレーズよく使うんですけどもね。買うには売っていくには ちょっと直近の流れが強すぎるんですね少しやりにくいそばだとは感じてしまいますね はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。まあ、今の時間も結構こう買い戻しというんですかね、えー、戻りが強く入ってきています。まあ、強いですね。まあ、下がれば買いが入ってくるという状況。えー、ただこのあたりは金曜日の高値でもあります。まあ、少し抜けてはいますけども、こう上値の重さやっぱり感じるところがあります。えー、強ければ昨日はしっかりこう買いが入っていたかと思うんですけども、そうはなってないですからね。えー、少しやっぱり警戒モードは入ってしまいますね。 ただ先ほども言いましたけどね、えー、上がって、えー、高値を抜けた後の押し目がしっかり変われていますんで、まあ、このまま高値抜けてくると、これはもうショートは言ってられないですからね。 ま、狙いはロングということにがなってくるんだと思いますけどもね。えー、ただま、環境認識からの、ま、高値圏は相当意識してしまうところもありますので、えー、ま、こうなると手は出しにくくなるかなと。逆にま、上値の重さが見えてくれば、こう、ショートは狙いやすくなるんですけども、えー、現状まだその上値の重さが見えてないんですね。まあ、若干このあたりで抵抗にはなっていそうですけども、まあ、弱ければ売り入りますからね。えー、そうやって売りが入らずに、えー、むしろ今はおしめ買いが入っているわけですから、まあ、相場としては相当強い。 ちょっと見ていくにも、ちょっとこう、時間的にはまだ足りないですかね。もう一度ぐらい、こう、高値を試して、まあ、その結果、こう、上値が重いとか、まあそういう答え、決着というのが見えてくれば、まあ次は売りが入ってくるかもしれませんけどね。すぐにドカーンと売りが入ってくるというのをイメージはなかなか難しいですね。まだ強さを見ていくということになってきそうです。ただまあ高値ではあるんですね。このあたりをどう判断していくのか。まあちょっとドル円難しいですね。 これはいつも自分が心がけていることなんですけどね、まあ、難しいと感じるんであれば、まあ、様子を見ながら、まあ、次の流れ、まあ、決着というものがある程度こう見えてからえ、もう一度判断すればいいんじゃないかなと、え難しいのは難しいままえ置いておくというのもいいんではないかなというふうに思いますね。 はいえー、では、この後はドルその3つ化を見ていこうかと思いますけども、まずこちらがユーロドル、1時間足に冷え症化されています、まあ。昨日のドル、まあ、若干割れが重かったんですよね。えー、ですから、まあ、下落トレンドを一旦止めた、まあ、下から誤解が入ってきたということですね。まあ、ユーロへポーンのあたりも強かったですね。 ま結果的にこうリバウンドということになったわけですけども、ただチャートはこれだけ弱いわけですね。まあ、下落トレンドを強く出てます。まあ、確かに要請は立っていますけども、まあ、下落トレンドも明らかですね。チャートは弱い。えー、このあたりの調整局面見ていけば、今のこの回というのは、レンジの下、えー、要するにま調整の買い戻しが今入っているだけという状況ではあります。えー、ただ、少しこう目線を変えればね、まだこう上げ余地は残っているということにもなりますから、もう少しこう回を見ていくのも全然ありだということにもなりますね。 はい、変わりましたこちらが、ポンドドル、一時間足に閉所を重ねています。えポンドも下落を取るんだ。これが止められて、もこの辺り僕はもう調整局面としてね、見ているわけですけどもえ、昨日は強かったですね。まあ、ポンドも強かった。まあ、ポンドはずっと強いんですけどねえ、昨日はドルも弱かったということで、まあ、反発、下から買いが入っている状況です。まあ、この辺りのレンジと見ていけば、レンジの下から買いが入っているという見方でもいいと思いますね。えただまあ、高値抜けているわけではないですから、まあ、あくまでこう調整の買い戻しが進んでいるだけ。の高値ままで見ていけばまだ若干 上げ余地もあるかなというところで、まだロングを見ていくのもありだと思いますね。先週の水木金あたりの高値を今試している状況です。まあ、短期的な上昇トレンドも見えてますからね。もう少しこうドル売りというんですかね。上昇トレンドを見ていくのは個人的にはありなのかなというふうに思いますけどもどうでしょうかね。 はい、変わりましこちらが5ドルドル。1時間足に減化されています、まあ。このチャートだけずいぶんこう景色が違うと思いますがね。まあ、安値更新してるんですね。下落トレンド、これがまだ続いています、えー。実は昨日5ドルかなり大きな売りが入ったんですね、まあ。ドルが弱かったんですけども、それ以上に5ドルが弱かった。まあ、結果陰性になってしまっています。さすがにこれでは買えないですね、まあ。下落トレンドがはっきり見えてるわけですから、まあ、メインシナリオは戻り売りということになります。まあ、警戒したいのはツッコミ売りだけですね。 まあそうすると今の現在地からまあ売っていくのはちょっとまあ警戒はしてもいいのかなと思います。まあ、戻り売り、これがメインのシナリオということにはなってきそうです。 はいえー、では、この後、クロスエンド通過を見ていこうかと思いますけども、まあ、選挙結果もあって、円の方に売りが入ってのスタート、窓を開けたりもしていましたけども、まあ、結果、こう、窓を開けてのスタート、えー、窓を埋めたかどうか、まあ、ちょっとこう、際どいところにはなっていますけども、ただ、売りは入ってきてないですね。えー、こちら、揺れになりますけども、えー、上昇トレンド、窓を開けてスタートですね。えー、潰されたら上値の差が見えたんですけども、まあ、潰されてないですからね、えー、上昇トレンドを継続して見ていく。まあ、今日も高値更新は全然あり得る状況ですね。 大きな上昇トレンド、もう少し短期で見ても上昇トレンドは見えていますから、まあ、高値更新見ながらまあ上値のマスが見えた際に今度は調整を見ていくということになりますから、まあ、売りのターンに入っていくにはもう少し時間もかかってきそう。円買いを強く意識していくにはチャートはちょっと強すぎますね。 はい、変わりましたこちらがポンド園、1時間市に閉賞がされています、まあ。こちらも高値を抜けた上昇ト取るの。も、ま、チ、あ、ちゃんと強いですからね。まあ、買うか様子を見るかという状況だと思います、えー。昨日はこう、窓を開けてのスタートと、潰されませんでしたので、まあ、短期的には上昇ト取るのも同時に見えているということになりますね。まあ、今日も高値更新は全然あり得る状況ということになります。えー、仮に上値が重くなったとしても、まあ、昨日売りが入りませんでしたんでね。えー、このあたりの調整の動きは意識したいということになりますから、まあ、基本的にはどこで買っていくのかをまずは見ていくそばかなと。 逆にこうショート目線で見ていくんであらば、その押し目買いが失敗した後の下落のトレンドということになってきそうで、まあ、売りを見ていくにはもうちょっとこう時間はかかってきそうですね。今、ショートを見ていくのはちょっとまだチャートが強すぎる。えー、買うか、もう少しこう様子を見ていくかということになっておきそうです。 はい、変わりまし、こちらが5ドル円。1時間足に平承化されています。まあ、ドル円だけがこう、上値が重いんですね。まだこれ、高値抜けていないと。であれば、ショートを見ていけるということになるわけですけども、まあ、確かにそうなんですね。ただ、今、円相場がすごくやっぱ弱いんですよね。5ドルが弱くても、円が弱ければ、なかなか下がってこないですからね。円外を見ていくんであれば、ユロインやポンド円まあ、どれなんかもそうですけどね。このあたりを見ていても、まあ、円外をこう、強く見ていくには、まだ少しこう時間もかかってきそうで、えー、そうなると、まあ、確かに5ドル弱いんですけどもね。 環境は整っていないかなというふうに思いますゴー、まあ、ドルリを見ていくんであればねタ、まあ、対ドルあたりを見た方が面白そうかなと個人的には思いますね はい。えー、では、この後、株式市場、金融相場の方を見ていこうかと思いますけども、まあ、ダウ平均強いですね。えー、こちら、ニューヨークダウンの CFD、一時間足に減少を重ねています。まあ、先週は売りっぺ等の相場でした。えー、ただ、これ、押し目なんですね。まあ、波の来てまだ割り込んでいませんから、えー、流れが止まれば、押し目買い環境がある中で、まあ、昨日ですけども、まあ、要線が立ってますね。まあ、高値抜けてないんで、これだけ持って、まあ、バーンと買いが入ってくるとか、そんなことは考えてないですけどもね、えー。ただ、一旦流れを止めたというのは大きいですかね。まあ、このあたりは下から開発力が入って 来てるという状況ですから次に格子があればね、一回こう、締め買いを見ていくのも面白そうだということにもなってきそうです。逆に今、サポートは見えましたんで、次割り込んでくると、ちょっとこう、売りが強いなということにもなってきそうで、4万2000ドル前後ですかね、このあたりがまあ今の短期的なブルビアの分岐点ということにもなってくるんじゃないかなというふうに思いますね。現在はまだ割り込んでいませんから、会話を継続して探していくということにもなってきそうです。まあ、上の方で買うのだけは避けたいですね。 はい、変わりました。こちらが日経平均の CFD、一時間足にえ書が重ねています。この日経平均が面白い動きでうんですかね、びっくりするような動きしましたね。朝方、窓を開けて下からスタートしたんですね。これはもう選挙結果を受けてということなんだと思うんですけどね。ただ9時、場が開いてからはものすごくリバウンド、しっかり押しは拾われたということで、サポートの強さをしっかり確認できたという日になりました。 まあこうなると、まあ、波の反転はもう意識せざるを得ないですよね。えー、直近の高値、えー、この辺りとか、この辺りですかね、この辺りに向けた上昇というのを見ていくことになりそうです。まあ、すんなりスコーンと抜けてくるとは思わないですけどね、まあ、現状、この底ごあたり動きがまあ今回見えましたんで、えー、売りを見ていくんであれば、それなりのサイズ感のま上値の重さ、えー、抵抗というのが見えてからでないとなかなか売りにくいかなと思います。えー、ということで、まあ、2平均ずっとこう上値の重さ見えてたんですけどね、まあ、一旦こう買いを見ていくのが面白そうなそにはなってきました。 ね <music> <music> はい、えー、変わりまして、こちらが金の CFD、一時間足に閉少がされています、まあ。金相場はものすごく強いんですね。えー、この見えている高値が史上最高値ということになります。えー、現状まだこの手前で足場を組んでいる、売りが入ってないんですよね、まあ。高値も抜けてはいないわけですけども、まあ、この状況が続くうちは、まあ、いずれこの高値は抜けてくるだろうなという目線で見ていくことになるわけですけども、まあ、悩ましいのが今のこの現在地ですね、まあ。レンジを見ていく場合の高値圏、いくら強いとはいえ抜けていない以上は、まあ、高値をロングするかどうかというのは、これは悩ましいところで、 シナリオとしてやっぱりこう推しを拾うということになるんじゃないかなと思いますね。 まあでは、ショートはどうかと。まあ、値の負さは見えてますからね。ショート見ていくのはありといえばありなんですけども、まあ、次の高値更新というのは、こういったショート勢をまあ捕まえて、高値を抜けていくということにもなりますからね。えー、現状、まあ、この高値を売っていくというのは、リスクの方が大きいかなと。無理に売りを狙う必要も全くないと思いますね。えー、仮に、こう、押しが入った時には、丁寧に、こう、押しめ買いをしていけばいいのかなというところで、まあ、今、こう、高値圏ですからね。まあ、様子を見ながら、押しに行きたい。もしくはもうブレイクした後にね、こう、押しを狙っていくとこういうことになるかなと思いますね。 はい、ということで、えー、本日の注目通貨ということになりますけども、まあ、どれもね、まあ、面白いと思うんです。えー、ただ、まあ、どれもありきたりですんでね、えー、他の通貨はというところで、僕はこのポンド円に注目したいですね。えー、これはまあ、週末でも同じことを言ったんですけども、やっぱりポンドが強いと。ですから、こう、弱い円の流れが出てくるなら、この強いポンドというのが生きてくるんじゃないかなというところで、まあ、チャートの方を見てば高値ブレイクして波も見えていますからね、えー、今日も高値更新はしっかり見ていきたい。えー、売りを見ていくようなチャートではも全くないと思いますんで、えー、買う場所を探していくという とうのが面白そうではありまますね、まあ、詰まるところは円がすすごく弱いんですねえこの円にしっかり買いが入ってくると、まあ、環境の方も変わってきそうではあるんですけども、まあ、この辺りはどうかですねえ今週はま調整の1週間ということで、まあ、一方的な円売りトレンドを見てるわけでも実はないんですけども、まあ、来月大きなイベント控えてますからねえポジション調整というのはもうある程度こう進んでいるんじゃないかなと思ってますのでえここからさらにこう大きな動きえ期待するのも難しいのかなというふうに思うんですけども ただまあ事実を見ていくと、こう、特に黒線ですよね。えー、高値を伺かがう動きになっていますから、まあ、上値の重さが見えてくるまでは、しっかりこう、ロングをしていく場所を探りたいですね。えー、今回は以上になります。それでは、今日も頑張っていきましょう。